べえって似ててややこしいよね。いい覚え方があるんだ。あっちの黒いのが悪い軍師の黒田官兵衛、こっちの白いのがいい軍師の竹中半兵衛。軍師というものは皆人の悪いものだ。兵はその最たるものではないか。でしょでしょ、ほら分かる人には分かるんだよ。兵は騙されている。冗談好きか、人を見る目がないのか、嘘つきなのか。さて、では試みにと、万兵衛、ケイには私はどう映っている？毒だね。ほう、私が秀吉様を毒することになると。個人曰く、毒変じて良薬となる。俺といういい軍師が官兵衛殿という毒軍師を薬にしてやるよ。おこがましい軍師だ。わかってないな。俺はとっても珍しい心の清い軍師なんだよ。寒い冗談を言い、人の心胆を震わしめるに敬以上の能力を有する者はおらぬな。さて、では試みに問う。安兵衛、敬には私はどう映っている？毒だね。ほう、私が秀吉様を毒することになると。個人曰く、毒変じて良薬となる。俺といういい軍師が官兵衛殿という毒軍師を薬にしてやるよ。おこがましい軍師だ。あら、元気そうね。ご無沙汰してます。半兵衛、最近ではあれはもうやらないのかしら？え、あれって何ですか？半兵衛って人の話を聞くとき聞き逃すまいとじっと座ってたじゃない。でも席を立ちたかったのに席を立てず、ついに我慢できなくなって。ちょっとそれ例えです。嘘です。尾ひれせひれついてます。どうして人って使用抹殺にこだわっていらないとこを強調するんですかね。ね、姫様、それ言いふらしたりしてませんよね。さあ、どうだったかしら。おだけにいられなくなりますよ、俺。それは困るわね。あの人によく言っておくわ。ですから余計なことは言わないでくださいよ。姫様に文句言ってやってよ。そうだそうだ、いじめ反対。完全に姫様の調子に乗せられちゃったな。今度はこっちから攻めさせてもらうよ。姫様、大殿様からいただいたあれ、まだ使わないんですか？ああ、これのことね。それで信長を殺すように言われて織田に嫁いできたんですよね。よく知ってるわね、半兵衛。でも秘密を知ったら死んでもらわないといけないわ。姫様、その顔もしかして本気？あら、
どこかに行っちゃったわ。ひどいよ。友達だと思ってたのに。完全に姫様の調子に乗せられちゃったな。今度はこっちから攻めさせてもらうよ。姫様、大殿様からいただいたあれ、まだ使わないんですか？ああ、これのことね。それで信長を殺すように言われて、織田に嫁いできたんですよね。よく知ってるわね、半兵衛。でも、秘密を知ったら死んでもらわないといけないわ。姫様、その顔もしかして本気？あら、どこかに行っちゃったわ。いや、今日の戦いは疲れたね。もうヘトヘトだよ。温泉あるらしいんだけど、行かない？え？私とですか？そうだよ。まあ、蘭丸さんの後ろの誰かとでもいいけど。嘘だよ。じゃあ行こっか。疲れた時は温泉に限るよ。こっち女湯って書いてありますよ。いいじゃん、別に今誰もいないし、それにこっちの方が広いしさ。ひみつ、まあ、いいじゃんいいじゃん。よくなどありませんって、なんだから静かにしなよ。ゆっくりくつろがないと損だよ。あ、はい、気持ちいいね。乱世だってこと忘れちゃいそうだよ。先ほどまで戦をしていたのが嘘のよ。争うなんてバカらしいよね。みんなで温泉入って寝てればいいんだよ。なんだから静かにしなよ。ゆっくりくつろがないと損だよ。あ、はい、気持ちいいね。乱世だってこと忘れちゃいそうだよ。先ほどまで戦をしていたのが争うなんてバカらしいよね。みんなで温泉入って寝てればいいんだよ。本部、無事か？あれ、青い顔してどうしたの、官兵衛殿。顔色は元からだ。戦中、兵が矢を受けたと聞いたのだが。ああ、そのことね。矢が胸に刺さったことは刺さったんだ。でも、懐に入れてあったお餅のおかげで俺は奇跡的に無事でした。いやー、お腹空いた時食べようと思って持ち歩いてて正解だったね。飽きぬて言葉になる。
くれた。悪い軍師の悪質な策にはめられたまでだ。あの人を探しにここに来るなど、氷を探しに火山に踏み込むようなものだ。あの人が素直に働いてくれるなら、俺もこんな苦労はせんで済むのだよ。城の屋根あたりで風に吹かれながら大方怠けておいでなのだろう。さっきが消えてない。
ないから猫が逃げるんだよ。もっと心を落ち着かせないと。いいのいいの、そんなのほっとけば。軍師ってさ、組織の外にあって中から見えない問題を解決するのが仕事なの。それが組織の中であくせく働くなんて本末転倒、堕落以外の何者でもないよ。三成清正ら子役人と俺ら軍師とでは仕事が質的制度的に違うわけでさ。俺は一つの戦いごとに頭の中で1万回戦を思考し100万人を死なせてる。そうやって俺は実際の人死にを極小化し天下太平への近道を模索してるわけ。例えばこないだ俺は餅を胸に入れて戦に出て命が助かったでしょ。それも実は俺の辛酸だったわけで、奴らにそんな神業できないわけで。試しに奴らに力戦させてみなよ。武士と数に頼ったダメーな戦するから。すごくないよ、全然すごくない。どんなに試行錯誤してもどうしても人が死なない傷つかない道が見つからない。どんだけ考えても死ぬ人が出る。その人に俺は軍師としてなんて言えばいい。ごめんなさい、頑張ったけどダメでした。都合によりあなた死にます。笑えないよ、それって秀吉様の軍師として失格じゃない、うん、で俺もっと脳を酷使しなきゃなんで、体はその分休めないとだから。あの人を探しにここに来るなど、氷を探しに火山に踏み込むようなものだ。あの人が素直に働いてくれるなら俺もこんな苦労はせんで済むのだよ。城の屋根あたりで風に吹かれながら大方怠けておいでなのだろう。そんなのほっとけば。軍師ってさ、組織の外にあって中から見えない問題を解決するのが仕事なの。ごめん、ずっと頭の中で戦を回しててトゲトゲしてたんだ。どんなに試行錯誤してもどうしても人が死なない傷つかない道が見つからない。
全く気づかなかったよ。前と違って殺気が完全に消えていたよ。俺に気づかれないとはやるな。猫みたいか。俺猫に生まれたかったな。猫って自由気ままでいいよね。いつもゴロゴロ気持ちよさそうに寝てる。猫だって喧嘩もするけど、それは自分の縄張りを守るときだけ。人間みたいに手に余るほど縄張りを広げようだなんて思ったりしないしね。
もう体が動かないや。病人のくせに無理をするからだ。勘弁だな。もうちょっと優しい方できないかな。もうこれ最後なんだからさ。そうだな。最後の願いぐらいは聞いてやろう。相変わらず素直じゃないな。まあそれが官兵衛殿らしくていいんだけどね。じゃあお願い、俺が死んでも悲しまないで。至極簡単なことだ。ああ、ひどい。官兵衛殿がひどいよ。お見通しだね。本当は官兵衛殿優しいんだ。俺にとっての良薬だったよ。それじゃあ。